迎えに来たぜ。もう、優しい。当たり前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああ、よかった。よっしゃー、よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ、うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。今夜は返さないよ。マリー、父ちゃん帰ったぞ。本日の列車の運行は終了。バーガー屋を譲る。マコーロー、疲れちゃった。プレートとスラム、爆破の犯人を探して。八番街はあちこちで爆発よ。魔法は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした。魔法中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは、うん、今日の反省かな。嘘ばっかり。ひどい。休みでよかった。なかなか様になってきた。マリー、父ちゃんお帰りなさい。ただいま。お帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。よしよしよし。お疲れ様。うん、それどうしたの。ああ、本物でしょ、珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。マコーロが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリン、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して年々しような。お近くの審査員に声をおかけください。ロビの市長はプレジデント審査と共同で。報酬の話はティファとしてくれ、会計担当だからよ。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が。もちろん。ああ。てめえ、バレット、マリンに何しやがった。知らない人とは喋っちゃダメって
えらいぞマリー、父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。神羅を憎む気持ちも分かる。うん、バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組も神羅が作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。プレートの人たちなんじゃないの？そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。
ルさんか。おい、大丈夫か？開けるぞ。203号室のマルカートさん、病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ、おや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もう一回様子を見てくる。これより安全ってことで。チョコボ。一番と八番からの仕入れは。列車が止まったままだと仕入れは完全にストップだ。今仕事に行けないことをみんな気にしてる。ただ一日分の収入と投資、なんで比べられると思うかね。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く。JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は
後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばっかり。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の。こんにちは、 JS フィルダーの交換です。ディファちゃんいらっしゃい、待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみろ。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来れば。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。上が困るのはいい君だぜ。爆破事件の犯人はアバランチですって。マールさん、フィルター交換です。ティーファー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔。最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。
詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア待とう。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。修理したいが後回したな。小さな物音も気になる。列車が動かねえと食料も日用品も。ウェッジの言ってたやつか。でけえ剣だな。世に売るんだと。ティファちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの腕前見せて。頼んだぞ。私に任せて。逃がさない。ただじゃ済まないから。そこ。わっ。さあ。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。叩き蹴る。やっ、そっちは任せる。さあ行くよ。ふっ、あっ、さあ、終わり。がいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。スラム。頼んだぞ。よし、やっちゃおう。
見せてあげる。あ、そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。つかの間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか、すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。何でも役。でけえ剣だな。何言うの？便利屋？あんた、今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。穴が開いてるよ。何でも屋にやらせてみるか。何？あんたを見習って強くなる。まずはそのもう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ええー、二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。ふん、何？あんたを見習って強くなる。瓦礫通りのモンスター狩りまくったのあいつだ。見てよ、あの武器かっこいい。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。